ウィリアム・アドルフ・ブグローによるプシュェとアムール、プシュェは、フランスの作曲家、セザール・フランクが作曲した三部からなる公共詩で、プシュケ、プシュケとエロスとも表記される。アプレウスの変容に着想を得たテキストは、ルイド・フルコート・シカールによって書かれている。1888年3月10日に、パリのシルク・ディベールにて、パドルーの指揮により初演された。 セザール・フランク・フランクは本作を1887年の夏から1888年の初めにかけて作曲した。公共曲に単調、前奏曲、アリアと、終曲、声楽と還元楽のための行列、歌曲、夕べの鐘などの名作とほぼ同時期に作曲されている。また、本作は彼の弟子のワン・サン・ダンディに検定されている。この作品は、 原作の変容の中の愛と魂を題材としており、合唱がオーケストラに加えられている。フランクの公共史としては5番目にして最後の作品となっている。ラルース世界音楽辞典によれば、フランクはこの作品の結末と意味を古代の伝説とは異なったものにしている。本作においてはエロスがその恋人が、 自分の顔を見ようとしたことを彼女が永遠を発見できるようにと天の高みへ昇天させている。古代の伝説は、こうして愛による、崇高化という、ある種神秘主義と重ね合わされているのである。中略フランクはこの曲の中で非常に光に満ちた、響きの良いオーケストレーションを示している。さらに、多すぎる旋律にもかかわらず、たやすく認められるいくつかの主導動機によって、 活気づけられている。さらに本作は、滅多に演奏されないが演奏されても、非常に豊かな表現を持った合唱部分が取り除かれるのは誠に残念であると結論づけている。通常演奏される還元楽曲版は、第1部と第2部からなり、第3部と合唱は取り除かれている。ロマン派の音楽を表した、RM ロニアーは、フランクのオーケストラは、覚え イングリッシュホルン、バスクラリネットなど、リード感、またはフルート、感の響きを強調している。フランクの様式の目立った特徴は、半音回線と循環形式がよく指摘されると述べ、リストの公共誌、オルフェウスから多くの影響を受けている点を指摘し、オルガンは彼の主な楽器であり、このことが彼の多性的な作曲法と彼の音楽の多くの特に展開部や、 水位部分に見られる即興的性質、低中力から彼の還元楽の音線的変化などを説明していると分析している。オーケストラの音楽使用を表したパウル・ベッカーは、フランクの作品はベルリオーズ及びワーグナーの影響を強く感じさせるものの、オーケストラを拡大し、複雑化させる流れには意識的に背を向けている。むしろ楽器のセーブを減らし、 ハーモニーが密になりすぎないよう、技法の簡素化に努めたと分析している。アントニオ・カノバによるプシシェとアムール漠然とした夢の中で、プシシェの魂は、この世ならぬ完全な至福の訪れを近くする。突如として、大気が振動し始め、不思議な音が聞こえ、プシシェは、西風にさらわれ、エロスの花園へと運ばれる。緩やかに揺れ動く、弦楽器の和音の上に、 シンコペーション主題が浮かび、そのプシシェの眠りの主題は、クラリネット、オーボエ、フルート、さらに弦に引き継がれ、次の憧れの主題が霧の中から次第にはっきりと現れてくる。夢と憧れが交錯するように進行し、次の曲となる。サンクトペテルブルクの夏の宮殿の庭にある、キュピドとプシシェ若く美しいプシシェは花でできた敷物の上に横たわり、 自然がプッシェの徳は仰ぎとを飛ぶ様子が女王に対するようなので心地よく眺めている。プッシェには愛の力を語る囁きが聞こえてくる。心をかき乱されて彼女は静かに起き上がる。合唱が目に見えないが近寄ってくる配偶者のことを囁く。プッシェは鉱骨としてその声を聞きつつその人物が現れるのを待つ。すると、 レシタティーボフ風のソプラノの合唱により、精霊がおごそかな声で、お前の神秘的な愛人の顔を、決して眺めてはならないことを覚えておくように、と警告を発する。次に、エロスの甘美な、澄んだ声が聞こえてくる。プッシェは恥じらうようにエロスに答える。やがて、オーケストラによって、二人の魂は交錯し、情熱と輝き、幸福が全てを包み込まれる。 プッシェとエロスの愛の情景が表現される。プッシェは警告を破ってエロスの顔を見てしまう。すると彼女に対する罰が始まったという合唱が聞こえてくる。悲嘆に暮れ、プッシェは泣き出してしまう。この世ならぬ私服を味わったプッシェにとってはこの罰は計り知れない苦痛となっている。プッシェは抑えることのできない憧れの炎で我が身を焼き尽くしてしまう他には、 この苦痛からは逃れることができない。しかし、プシシェは永遠に失った理想の愛をもう一度自分のものとしたいという最後の熱望を持ち続けていた。すると、エロスがプシシェを許したという神秘的な合唱が聞こえてきて、天地万物は喜び、寒類に結ぶ。哀れなプシシェよ、心を安らげよ。主よりも強い憧れは彼のもとに届き、 お前のもとに下ってくると圧勝され、勝ち誇った高揚感のうちに全曲が閉じられる。ありがとうございます。